そうで始まりました、もてちゃんねです。PCR 検査受けてきてですね、結果陽性ということで、まあ新型コロナですね、感染ということになりました。まあ別に熱も今ないんです。まあちょっとね、扁桃炎と似てて、喉がすごく痛いんで、扁桃炎をしょっちゅうやるんですけど、で、喘息持ちなんで、やっぱそこが一番怖いということで、ホテルに行くっていうことになりました。ホテルであれば、まあ医者の人が常時いるので、何かあった時に大丈夫なんでっていう話でした。どのくらい部屋の手配かかるかわからないってことなんで、いつになるかわかんないっていう感じですね。で、まあ、PCR 検査受けますっていう動画出したら、まあ、いろんな方からね、連絡いただきまして、僕もかかってましたとかっていうメッセージが結構来たんですね。僕のその周りで知ってる人だけでも、もう余裕で20人超えてますんで、まあ、やっぱ言わないし、言えない。やっぱ社長さんが多いので、言えないんですよね、みんなかかっても。で、自分はもう隠す気は全くないので、マスクも取らなかったですし、でもやっぱ他の人もマスクしなければ意味がないっていうのも分かったんで、部屋に4人いて、まあ、全員感染しただろうっていう感じですね。だから僕以外マスクしてなかったんで、で、あとやっぱ当然飲み物をね、飲む時とかこう下げたりとかね、しますし、やっぱ感染力を考えるとね、不要なね、外出は避けた方がいいっていうのは痛感してます。悔やまれるというか、その皆さんマスクをね、お願いするとか、もっと距離を持って座って話をするっていうこともお願いできたわけですし、リモートで打ち合わせしても良かったですから、仕事とはいえ、自分もできることはあったはずだし、日はあるので、自業自得です。で、どんな感じでね、PCR 検査やってきたのかっていうのを、まあ皆さん参考として、どういう手順だったかっていうのを説明します。その後で、一体どういう症状が出てきたのかっていうのを、これもまあ参考になればいいかなと思います。で、ホテル移ったら、まあ熱がすごく高くなかったりとか、喉がもう喋れないぐらいになったら、ちょっと動画は出せないと思いますけど、出していこうかなと思いますね。まあ幸い、コラボ相手とかは濃厚接触者にはなってませんので、まあこれから動画出ていきますけど、完全前の動画になりますので、でコラボ相手の方々にちょっと迷惑かかんないかだけ心配してますね、今は。PCR 検査を受けてきました。結果の方はまだわからないです。明日になるので、どういう経緯でね、そうなったのかっていうとですね、まずね、連絡が来ました。一緒にね、仕事をした人から、熱出てて、病院に行ったら、感染が確認されたと。で、保健所の人から連絡が行くから、その連絡先を教えてくださいっていうので来ました。で、僕はその連絡先を教えて、結構待ったんですけど、その後連絡が来ました。まあ、その人が住んでる区から、僕の住んでる区ですね、東京の区の保健所に連絡が行って、その保健所から僕の方に連絡が来るっていう形です。で、濃厚接触者の認定がされたっていうお知らせですね、まずね。まあ、自分自身はその連絡が来るのは知ってたけど、まあ、早くとにかく検査受けたいんで、検査はどうなんですかっていう話をしたわけですね。早く知りたいというふうに言ったんですね。そしたら検査受けていただけますっていうふうに言って、でただ検査を受けてもらって陰性だろうと陽性だろうと2週間はもう自宅から出てはいけませんって言われたんですね。まあもちろん検査を受けに行くのは別ですけど、それ以外でも外出してはいけないって言われて、陰性でも出ちゃいけないんですか？陰性でもダメですって言われて、その感染した人は病院ですぐにね、PCR 検査を受けてすぐに結果出たって言ってたんで、じゃあ知ることができるのかなって思ったら、1日かかると、夕方以降になると言われて、なんでまだ知ってない状況です。そう、だから陰性であってももう出てはいけないということなんで、その出ないっていうことに同意してもらわないと、検査はできませんって、ね。周りでもう検査した人たちいるんですけど、濃厚接触なんだけど、保健所に報告してない場合、もうその人たち自分で受けに行ってんですよ。で、受けに行って陰性だってなったら、もうそのまま働いてんですね。じゃあここでやっぱり、なんかね、ちょっとお金だったり、コネだったりで受けてる人たちが、ちょっとね、まあずるいなと思うんですけど、僕自身はその正規のやり方を取りました。はい、わかりました。同意して、2週間仕事も休みますと。ちょっと河合塾、竹内塾に連絡して、2週間休みますって言って、で、検査の場所と時間をもらいました。こんなところにあるんだなっていう感じ。いや、もう普通に人も通ってますよ。でもまあ、もう言えないですけど、なるほど。まあ、ここだったら、まあ、なんかむやみに人が入ってくるっていうことは、まあ、ないとこだなっていうのはわかるんですけど、ね、そこで働いてる人も怖いよね。で、行ったら自分の前に1人いて、で、並んでくださいって言われて、並んで、説明みたいなのもらって、
って番号ついててで入って行ったんですけど、当日身分証明書を持参してくださいって言われたんですけど、いや全くチェックなかったですね。名前を言ってで名前のチェックだけだったんで、えこれ別の人でもできちゃうじゃんって思ったんですけどね。で費用はかからないです。このちゃんと保健所の濃厚接触者っていう、まあ、認定っていうんですか、そういうのがされてる人は費用はかからないです。ただ2週間外に出ないっていうのに同意する。これも別になんか法的拘束力があるとかじゃないです。それは同意したんで、もう絶対、はい、もう出ませんとも決めたんで。検査前30分のもう食べたり飲んだりとか、歯磨き絶対ダメ、うがいもしないでくださいって言われてました。ちょっとだから唾液をね、2ミリ採取するんですよ。だから鼻に入れて痛いってなるのかなと思ったら、違いました。唾液を出して入れるって感じです。ビーカーみたいな、なんか線がついてるビーカーみたいなのが渡されて、そこにこう、なんですか、もうフラスコみたいなのがついてて、で、そこにこう、唾液入れるって形で、仕切られたスペースがあって、あ、荷物最初に置いたな、カゴに。カゴに荷物置いて、で、仕切られたスペースがあって、ABCD かなんかになってて、前に2人いたけど、自分が一番最初に終わりましたね。やっぱ唾液2ミリってそんなに出せるようなもんではないと思いますね。唾液の出し方とかなんか説明も書いてありました。ここを押すといいみたいなのも書いてあったんですけど、で、それで、渡したっていう感じですね。であと公共交通機関使わないでくださいって言われたんで歩いてきました。結構時間かかって、だから起きてもううがいも何にもしてないからカッサカサな状態で唾液出るかなと思ったんだけど、なんとか出ましたね。そのフラスコみたいなやつをこう溶かしてって言われて溶かしました。まあ一応他の人と会わないようにっていうのもあったんですけどね。でもすぐ終わりです。本当に数分で終わったって感じですね。でそれで外を出てもやっぱ普通に人歩いてるわけですよ。だからもうやっぱ他人事ではないっていうの本当に分かりました。もうねやっぱ東京の人慣れちゃってるんですよ。正直もう普通に電車も混んでるし、最初の頃って電車も開けて座っててやっぱ隣に人がいないようにっていう風にやってたですね。今もう全然開けて座るとかっていうのもないですし、通常に戻ったっていうのはねやっぱあるんですけど、やっぱ他人事ではないので本当に ね注意してもらいたいっていうのはありますね。でとりあえずまあ明日の結果を待ちたいと思います。で症状ですね、どんな感じで出てきたのかっていうと、今考えるといろんな前兆があったんだなっていう感じですね。まあ普段から体よろしくないので不健康なんで普通のことかなと思ってたんですけど、今考えるとああそうだったんだなって思いますね。まあ一つ目が寒気でしたね。結構冷え性なんで足、肩、手が、でまあいつものことかなと思ったんですけど、よくよく考えればかなりの寝る時の寒気でしたね。肩の寒さがすごかったっていう印象ですね。でお腹が確かに食中毒みたいな感覚でしたね。まあ食中毒もしょっちゅうやるので、あなんかちょっと似てるなって。ただ熱がなかったんで、食中毒やる時はその寒気、お腹下して熱が出るなんで、でも熱が出てないなっていう感じでした。次に出てきたのが関節の痛みってやつですね。確かに膝が異様に痛かったですね。まあ姿勢が悪かったのかなとちょっと思ったんですけど、でもよく考えると全く原因がないですね。膝が痛くなる。でその後腰が痛くなりましたね。あやっぱ関節の痛みっていうのが来るんだなって分かりました。で味覚のやつとか大丈夫ですね。味が分からないとかはないままですね。でその後鼻水、喉の痛みですね。その扁桃炎みたいなのが出てくるって感じで、単になんか血が混ざってるとかそういう感じになって、でそこから熱が7度台を超えたって感じですね。まあ今は全然また6度台に戻ってて、熱はそんなに出てないんですけど、でだんだんお腹も下すようになってくるみたいな、そういう感じですね今のところ。本当に人によってやっぱ症状違うんで、たくさん情報来ました。そのいろんな方がいろんなことを教えてくれたんで、あ知らないこと山ほどあったなって思いました。やっぱ症状も本当バラバラですね人によって。やっぱ40度の熱がもう何日も続いたっていう人もいたし、何も熱とか全然なかったけども味がとにかく感じられなかったっていう人もいましたし、でまあひどくなって入院した人とかの話も聞いたんで、とにかく本当に他人事じゃないんで、なるべく出ないっていうのはね、実践してもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、お気をつけください。まあ忘れられない年末年始になると思います。はい、ご視聴ありがとうございました。